今国ポップコーン、わー、土方さんだー。土方さんだー。皆さん、こんにちは、久しぶりです。久しぶりだよ。はい、お久しぶりです。お会いできて嬉しいです。本日はなんと銀まぐにポップコーン200回です。200回、すごすぎる。はい、すごすぎるよ。はい、本日はですね、200回記念ということで。200回を記念してお送りする特別編となっております。はい。皆さんご覧の通り、今回藤方さんをゲストにお招きして、およそ4年にわたる銀幕の歴史を振り返ります。すごいですね。ですね。はい、長いですね。1年50回あるので、4年ですよ。4年か。はい、うん、でもたまに場合によって、例えば東京ゲームショウ途中でこう、休みに入ったり、するし、番外編もあるので、まあ、もう少し長いかもしれないですね。あ、ちょっと長い。そうですね。お休みもたまにあるのでね。はい。とはいえ、かなり 4年ということで、まあ、土方さんは、4年前の銀幕にポップコーン第1回からおよそ180回にわたって司会を務めていただいてまいりました。そんな土方さんも交えて銀幕の思い出をいろいろ振り返っていこうという回になっております。はい。はい、早速本日の出演者の紹介です。司会は私、山田と、出演おなじみ、ダニエルさん。ダニエルです。こんにちは。そして200回ありがとうございます、皆さん。はい。ありがとうございます。そして特別ゲストとして、銀まぐにポップコーン初代司会者、土方ゆり子さんをお招きしております。土方です。皆さん、お久しぶりです。いや、もう本当に待ちかねていたというか、また出るわよって。お帰りだよ。全然。姿を見せないじゃないっていう皆さんの不安をまた出るって言った割には出てこないなみたいな感じだった私とダニエルさんが土方さんを呼びました。はい。いやいろいろ一緒に語りたいのいっぱいある。あどうぞどうぞ。はいはい。あといかがですか。そうですね。ちょっと最近、忙しくて、あんまり映画とかドラマとか見れてなくて、で、あんまりニュースも終えてないので、ちょっとまあ、ここに今日出てきて良いのだろうと思いながら、いたんですが、山田さんとね、ダニエルさんのお話聞きたいと思って、出てきました。はい、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。とはいえですね、200回記念ということで、まあ、銀幕にポップコーンいろいろ振り返っていきたいなと思っているのですが、まず最初のトピックとして、はい、200回の間に印象に残った出来事をお聞きしたいと思います。はい。この話題はですね、銀幕の番外編で土方さん感謝祭、土方さん最後のご出演となった回でも取り扱ったので、まあそちらもぜひぜひ超面白いエピソードいっぱいあるのでご参照いただきたいんですけれども、まあそれとは別に印象に残っているエピソードなどをお聞きしていきたいと思います。ダニエルさんいかがですか？そうですね、いくつかありますよ。まあ、もちろん、土方、さんのその前回の、感謝会は一つとなるんですけどね、それもすごく面白い番組だったんで、それ自体が楽しい、出来事、まあ、悲しく感じながら楽しかったんですけど、あとは、そうですね、一つ大きいなのは、まあ、取材はいつもそうなんですね。例えば、まあ銀幕にポップコーンの番外編番組として、スター・ウォーズの、最後の時代かな、のレッドカーペット、私と土方さんと、あと、まあ、カメラとして野口一緒にいたんですけど、あとは、その時は多分番組にはしなかったけど、スカイウォーカーの夜明けのレッドカーペットにも行って取材してきたんですけど、まあ、スター・ウォーズ子供の頃、ちっちゃい頃から好きな私には、そういったこう、まあ、マーク・ハミルさんとか、皆さんがいる場所に行ける、目の前にいるんだっていう、距離はできるのは、まあ、普段できないんじゃないですか。そして、スカイウォークの夜明けの時も、デイジー・リドリーですね、レイ役の、俳優さんのインタビューができたり、その辺ね、まあ、こういった、仕事がなければできないっていうのがあって、すごく感謝を感じながら、すごく、まあ、嬉しい出来事ですよね。ブレードランナー、2049の試写会も、その時、試写会自体すべて、動画で、撮影して、IGN Japan のチャンネルで、実は、はい、公開してるんですけど、まあ、目の前にハリソン・フォードがいるという興奮もあって、で、試写会の場合はですね、なんていうかな。あれですよね。試写会っていうかなんかプレスイベントみたいな、記者会見。あ、ごめんなさい、記者会見。はい、記者会見。ごめんなさい。はい、記者会見。そうそう。なんか、記者会だったらなんか、映像、映画撮った。映画ドラマ。そう言ってもいいんじゃない。ごめんなさい。映画ドラマ。会見。ごめんなさい。日本語勉強中。その時ですね、そう、キャストのね、ハリソン・フォードだったり、その監督のデニー・ヴィルヌーブさんとか、みんな、来日した時の、メディア向けの、Q&A のイベントがあったんですけど、で、基本結構そういった、記者会見では、司会がいろいろ質問したりして、最後にメディアから、集まってるメディアから、まあ、質問3本ぐらいしか取れない場合もあるんですけど、ブレードランナーの時はそうじゃなくて、45分ぐらいずっと、集まってるメディアから質問を取ったりしたんですね。で、それも、まあ私もそれに向けて、目の前にハリソン・フォードいるし、質問考えないといけないなっていうことで、前の日、もう、眠れなかったんですよ。ずっと頭が回ったりして、質問1本しか聞けないなら何を聞くのかっていうのがあって、で、最終的には結果で言うと、記者会見で手どんだけ上げても、呼ばれなかった。ああ、残念だ。残念。はい。でも、それでもすごい貴重な機会でした。はい。はい。まあ、出来事で言うとそういったところにします、とりあえず。はい。はい。そうですね。はい。じゃあ次、私はなんですけど、180回まで土方さんがご担当なさったということで、私はこの司会を担当させていただいてからまだ短いんですけれども、私今ホテルにいる感じになっているんですけれども、私今アメリカにおりましてですね、はい、アメリカのホテルからお届けしております。すごいですよ。はい。なんとですよね。こんだけグローバルな番組になりました。はい、はい、そうです。グローバル。はい、IGN Japan さんのおかげでどんどんグローバルになっておりますので、私、山田も。はい。まあ、なぜアメリカにいるかというと、プロレスラーとしての活動と、あとは取材ということになっておりますので、皆さん、ぜひ私のリングネーム、ルルペンシルの方でも検索していただきたいんですけれども、はい。いろんなアメリカ人のレスラーをビシバシしに行ってる感じですかね。しに行ってるのか、されに行ってるのか、はい。いいですね。はい。なんですけども、非常に私の印象に残ったエピソードは、グローバルではなくドメスティックな先行のハサウェイを語った回なんですけれども、ちょっと珍しい不審で、私と、野口さんの2人でお送りした話でして、ちょっと、はい。で、私も本当ガンダムのことをなんか20年ぐらい話し続けて生きてきてるんですけれども、ほとんど取り憑かれてるような感じなんですけれども、その、閃光のハサウェイを見て、改めてこの銀幕で、こう、あることないこと、もう自分の中にしかないような気持ちみたいなものを語っていくうちに、ちょっとその取り憑かれているものみたいなのがちょっと軽くなったような体験がありまして。成仏したみたいな。はい、成仏。もちろんナムみたいな感じで、そのガンダムへの思いをちょっとこう、相対化できたというか、それはやっぱりその銀幕で皆さんがご覧になってていろんな意見が出るだろうなと思いつつ、でもここでは自分の気持ちをぶつけないといけないなっていう、こう謎のこう情熱が生まれまして、銀幕があったからこそ、ガンダムに対するスタンスがちょっと変わったんじゃないかなっていう体験でしたね。番組をすごい個人的に利用しているような感じになってしまいますけれども。それはいいですね。はい。やっぱりその、伝えなきゃいけない情報っていうのは、銀幕の中であると思うんですけれども、それでもやっぱりその、この番組のいいところっていうのは、個人的な感想とか感情、もう誰から同意してもらえなくても、でも俺は喋りたいんだみたいなこともぶつけられるというのがいいところかなと思いますので、そういう意味では一番銀幕の司会をやっていて、良かったというか、銀幕ならではの体験をさせていただいたなという、回でしたね。良かったです。はい。好きなこと語るって楽しいですよね。楽しいんです。はい。でも苦しい時も、はい、あるという。結構その楽しさと苦しさを両方味わった回でした。なるほど。はい。私にとってのゲームオブスローンズみたいな感じ。ああ。私は今同じこと考えてた。で、ダニエルさんにとってのスター・ウォーズですよね。ああ、そう、スカイウォークの夜明けですね。はい。まあ、それね。期待して、期待して。ダークサイドがないとライトサイドはね、存在しないからね。はい。そうですね。ゲームオブスローンズのその、こう、紆余曲折とか、土方さんの気持ちの変化みたいなものに関しては、土方さん感謝祭でも語っていますので、ぜひご覧ください。そうですね。うん、多分散々いろいろ言いたいこと言ったと思いますけど、スローンズに関して。はい。はい。はい、どうでしょう、土方さん、何かこう、以前の感謝祭でも語っていないような、こう、印象に残った出来事などは。あ、そうですね。はい銀幕にポップコーンのプレイリスト見てて、どんなことやったかなって見直してたんですけど、アカデミー賞、パラサイトがアカデミー賞を取った年に、はい、みんなでアカデミー賞を予想しようみたいな企画をやったんですよね。ダニエルさんと私と今井さんかな。で、アカデミー賞をやる1週間ぐらい前に、それぞれの部門をみんなで結構細かく予想してたんですよ。なんか衣装賞とか VFX とか、ところとかも含めてなんか全部細かく予想してって、誰が一番ポイント当てられるかみたいな企画だったんですけど、私その時なんかダニエルさんとか今井さんは結構楽しんでやってる感じだったんですけど、なんか、はい、これ取ったらいいなみたいな感じで、これ取ったらいいからこれにしようみたいな感じが多かったんですけど、私結構なんか勝ちに行きますみたいなこと言ってて取りに行きます結構大真面目にそうなんか結構いろいろ調べてなんかこの前哨戦のこれで取ってるから多分こっちだと思うみたいなこと結構言ってたんですけど先生が山をそれで作品賞は1917って言ってるんですよ。で外してるっていうね賞だったんですけどその時の結果覚えてる誰が一番得点集まったわけ覚えてるその3人の中で私だったと思うんですけど、そのはず。視聴者含めてやった時は、やっぱり視聴者の中で当てた人が一番私よりも全然当ててたので、多分1個か2個しか外してないとか、そんな感じだったと思いますね。やっぱりなんか視聴者の人も巻き込んでやる企画っていうのは、なんか、まあ、そんなにやったことなかった。なので結構面白かったっていう印象です。あれ覚えてます？ダニエルさん。はい。ダニエルさん結構本赤選んでたんですか？いや私ねその時の一つすごい後悔しちゃったのはですね音声の部門2つぐらいあってそのサウンドミックスとサウンドエフェクトのその2つあって、冷静に考えれば、これとこれは当たるっていうのがあって、その2つの作品があって、こっちの作品はこっちの部門、こっちの作品はあっちの部門っていうのは、冷静に考えればそうだね。私逆に入れちゃったの。で、その通りで取っちゃったのが、どれだったっけ地下が1917とかそんな感じがしますね。はい。ごめんなさい、タイトル全く忘れた。レース系の映画、フェラーリとか、どっかの。ああ、フォード&フェラーリ、そのまんまですよ。はいはいはい。フォード&フェラーリ。が、やっぱ SFX とった覚えてないですけど、はい、まあ、そのような感じで、ちょっと微妙に、ちょっとだけ惜しいなっていう、結果になるのを記憶ありまして。そんな適当に入れてないんですよ。今井さん多分適当に選んでたけど一応考えてそれで外れた山田さんはどうですかアカデミー賞とかに対してなんかこれが取るんじゃないかとか予想して楽しんだりとかはしますかそれともあんまりアカデミー賞興味ないですかいや興味はあるんですけれども、まあ、予想もするんですけどもやっぱりそのこうあれですよね。こういう番組だとみんなでワイワイできると思うんですけど、ちょっと普通、私を映画系のライターだと思って付き合ってくれてる人とかは、何でも知ってるからきっと当ててくるんだろうみたいな感じの期待を感じてしまって、こう、どやれないというか。ああ、なんか、これが取るよってなんか、はい。言いにくいな。でも山田が言うならそうなんだろうみたいな感じになられても困ると思って。どうでしょう土方さんの、はい。こういう番組やってると、周りからの期待値って上がりませんかなんかどれが取りそうなのとかは聞かれたりしますよね。なんか何が、賞レースに上がってる作品って何とか、なんかみんな、一般の人はそんなアカデミー賞のことって意識してないから、まあ当然だと思うんですけど、そもそも何がノミネートされてるのっていうところから、友達とかと話してると、は始い。まるかなって感じがしますけど。なるほど。でもアカデミー賞にまではいかなくても、おすすめ映画ってあるとか聞かれません？あ、聞かれます、聞かれまあ、す。そして困り困まりすまよせね。ん。あの人の心の、すべての人の心の中にあるんだよとしか言いようがないというか。深い。深い。はい。いや、でで、も、好みはあり困りまますすよね。確かはに。い。そう。どういうのが好きなのって聞くところから始めまはせんか？い。これっていう、誰そうにでそうそうも、そう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 。当たるものってなかなかないから、そもそも普段はどんなの見るのみたいな感じでカウンセリングから始まりますよね。それは大事ですよ。そううそうそん。う。結構まあはいね、はい。しかも私たちみたいなやつさ、結構幅広くいろいろ見てる中で、あの、なんていう、そっちにこう、まあ、いつもの好みと違うものでもたまに好きようになったりして、はい。なので、その相手の、好みによっておすすめする作品は全然違うので、それまず確認しないといけないですね。ダニエあルなさんたもはあれどうでいすうよね。作品ですかって。自分の好みじゃないかなと思ってたけど、楽しく感じた映画っていうのも、あ、銀幕通じて見つけたりしたんですよね。そうですね。そはれい。もだから、まあ、出来事って言った、普段、普段だったら見ないけど、番組のために見て、あ、でもこの映画すごく良かったっていう時はもちろんありまして、えっと、一つはキングズメンシリーズですね。キングズマンシリーおーズ。あの、一応、なんていうかな、こう、何も知らない、立場から、あれを見ると、ちょっとバカな映画に見えるし、まあ、実際ちょっとバカな映画でもあると思うんですけど、そうです。そういう作りの映画であることはそう間そ違いうがなそい。う。はい。そうね、意図的になんですけど、はい。多分普段はまあ、私の好みじゃないから見なくてもいいやなっていう判断になるかもしれないけど、実際に見に行ったら、わ、これすごい面白いなっていうことになっおお、て、はい。そのシリーズは結構気になるようになって、まあ今後ね、続編というか、あの、なんか、ずっと前の話ですね、次ははい。い。えっ、と、そうですちょっね。とコロナで延期いろいろされてるんですけど、それちょっと楽しむようになって、あとは、ワイルドスピンのシリーズも、まあ、ナンバリングってさ、もう今、今回もう9作目じゃないですか、出てるはのい。は。うそれ途ん。中から入るのはすごい大変だし、ゼロから見たい気持ちまではあんまり多分なんないと思うんだけど、スピンオフ作品スーパーコンボがあったんじゃないですか。スーパうーコンビ。はい。ん。あパの、コンボ。あれですね。彼と彼。名前出てこない。一人はショーだと。ショーと、誰だ あ、ま あ、ドウェイン・ジョンソン。そうですね。あと、イドリス・エルバー出てるんですよね。それ、まあ、普段だったらシリーズ見てないし、見ないんでしょうってあって、でも実際見に行って、結構楽しく、その後、土方さんと番組でいろいろ ワイワイできたっていう記憶ありますね。あ、ショーとホブだ。ホブスショーがそう現です代なね。ので、はい。この二人。ホブさん。あスの、ピンオフ。そうです。ドウェイン・ジョンソンと、えっ、ジェと、イソン・ステイサム。ジェイソン・ステイソンはい。と、悪役としてイドリス・エルバーなんで、結構まあね、みんな間違いなく面白い人だし、作品すごい楽しかったんで、まあ、やっぱ、こういった番組やってなければ多分見てないなっていうのはあるので、そもそも楽しい映画が待ってるのは知らないじゃないですか。実際に見ないと自分の好うみに合うん。かどうかわかんないけど、すべては見るわけないじゃん。うん。ね、特になんていう、仕事じゃなければ、もう自分のフリータイム結構、知られた中で、えっ、と、わざわざ自分の普段フォローしてないシリーズのスピンオフ作品とか見ないじゃないですか。なんですけど、う実際見たん。ら、これ楽しいし、シリーズしてなくても楽しいしっていうのは、わかりました。はい。番じゃ組あ、のお銀かげで。幕をきっはいかけにあった出会いもあるということですね。あります。はい。それ以外、ね、いろんうな映画、ん。そういう系もありますね。まあ、逆に銀幕で話して、まあ、割とこの映画の話をするときって、まあ、あれは好き、これは嫌いみたいな話が対立することってないと思うんですけど、銀幕は比較的まあ、本当に意見が違うときは、本当に意見が違うまま終わるってことも多いと思うんですね。平行線はでい。終わるみたいはい。まあ、それはそれとしてみたいな。はい。な。そうですね。土方さんのその印象に残った出来事として、やっぱり意見が全く合わない作品もあるみたいなところは、でも金箔と銀箔かなという気もするんですけれども。ありますね。ありますね。ちょっと最初に思いつくのは、アリータ。はい。アリータとバトルエンジェル。バトルエンジェル。あったじゃないですか。はい。はい、ガムのダニエルさんと、はい、ガムの映画化になった目が、アリータの目がめっちゃ大きいっていうので、はい、公開される前から、物議を醸していた映画だったんですけど、あれ、私結構ね、好きだったんですよ、あれ。結構マイノリティの方かなとは思うんですけど、確かに変わった映画、結構私アリータ最初のビジュアルはやっぱりちょっと受け付けないなと思ってたんですけど、見始めてみたら、はい、結構ねそのアリータがすごい生き生きとしたなんか本当の女の子のように感じられて、見ててすごい楽しかったんですよ。で、それで試写会でダニエルさんと2人で行ったんですけど。見終わった後に、ああ、楽しかったと思って私は。で、横見たら、ダニエルさんがなんかもう、おえみたいな顔してる。ひどい。確かに。はい。楽しかったですよねみたいな感じで言ったら、え、嘘でしょって言われたのを、すごい覚えてて、そうですね。あとは、やっぱり平行線でしたね。いや、私はいいと思う。いや、良くないと思う。みたいな感じで。そのまま番組で、はい。番組でもそんな感じだったと思うんですけど。はい、そうね。アリータね、好きなところは好きだし、そのビジュアルデザインとか、その辺すごく好きだったけど、やっぱストーリーは、臭いし、エンディングとかいろいろ問題あったんだよな。これはこう、すごくこう続編の誘導があってだけど、これは絶対に続編でないぞっていうの感が結構強くあったので、いろいろちょっと問題を感じましたね。一本で完結しようっていう。で、綺麗に、明らかに続編みたいな感じだった。別に、特にその映画の場合は、あまりネタバレね、言いたくないんだけど、エンディングはとにかく、主人公たちが向かってる場所があって、その向かってる場所は、その映画に全く出てこなく、最後の数秒だけ、ああ、そういう場所もあるんだ、みたいな感じなんで、しかも、エドワード・ノートンですよね。こう、急に出ちゃうし、なんかこう、そういった話するんだったらもう少し膨らめるのか、実作、次の作品までにホールドするのか、どっちでもいいけど、それだけじゃなかったけど、それはちょっと問題的に感じたね。はい。やっぱりかなり時間が経ってると思いますけど、公開から、それでもやっぱり。不満が、不満がそうだから、また今、土方さんといろいろ喧嘩になりそう。でもなんか不満点の方がよく覚えてるってことあるかもしれない。ここのいいところっていうのは結構印象になっちゃったりして、なんかこれすごい楽しかったような気がするみたいな、なんかすごい楽しかった思い出があるっていうのはあって、でもなんか悪いところは結構なんかここがよくない、あそこがないって結構細かく覚えてたりするのかなと思いますね。でもその映画とかを語るとき、友達とかと語るとき、番組もそうなんですけど、みんなが同意見だったらもちろんそれはそれでなんていう嬉しいところあるんですけど、つまんないじゃないですか。特に話題として。だから、意見が分かれてた方が番組が面白くなるとは間違いないと思うので、そういう時も大事ですね。たまに、銀幕のこれまでの銀幕でたまにあるものですね。私と井桁さんの意見は特に。あと、今井さんが入ると、やっぱ結構意見も違ったりする場合は多いですね。今井さんもね、絶対引かないですからね。強いですね。そうですね。あとはダニエルさん、ブラックミラーの話ってどういう感じだったんですか、そのダニエルさんの中では。ブラックミラーですね。はい。ブラックミラーってさ、シーズン3から Netflix の配信、Netflix 独占のコンテンツになって、はい、全世界で配信されたんですけど、シーズン1、2は、私、リアルタイムで、イギリスの方で見てましたね。これイギリスの番組であるし、担当してる、チャーリー・ブルッカーも、もともとゲーム雑誌のライターだったんですけど、ゲーム、映画についていろいろ、こう、書く人、あとテレビで語る人であって、そこからそういったブラックミラーという番組、作ったんですけど、すごくシーズン1の、1話目から大ファンになったんですよ。私、すごく私の好みに達しで、皮肉な暗い、ジョークのたくさんある、なんていうかな。まあ、SF、すべては SF じゃないけど、SF テイストになると、ちょっとだけの未来の話で、人間と、テクノロジーの、まあ、相性とか、うまくいくとこ、うまくいかないところを、いろいろ、描かれてるオムニバスシリーズなんで、まあ、毎回話は違うし、でそれはすごく、まあ、単にファンだった、好きだったんで、それが、Netflix の配信になって、日本で字幕付きで見えるようになって、しかもシーズン1からも、前のやつもちゃんと配信もされるし、これまでに日本に行ってさ、周りみんな知らなかった番組が、急にあんだけ話題になったし、で、銀幕で、みんなと、まあ、取り上げることができて、ね、日本人の仲間と一緒にブラックミラーの話は語れるっていうのは、すごい嬉しい気持ちだったな。イギリス人の私としては。不思議な体験ですよね。はい、その、イギリスのちょっとローカルなコンテンツとして自分は思ってたのに、いつの間にかみんなの共通言語になってるっていうのは不思議ですね。しかも番組で取り扱うっていう。はい、そうです。あと、みんなが自分がずっと面白く感じたものをみんなが新しく発見して、その面白さを気づく。コンテンツって超面白いから、見て損する人はあんまりいないと思うんですね。まあ、特にそれ系のものが好きのであれば。なので、それもみんなの目が急にピーンとなるのは、嬉しかったんですね。はい。すごいです。シーズン1の1番目。すごいですもんね。いやー、私がちょっと。すごい話ですね。はい、いや、私はで、シーズン1の1話、新しく見る人にはシーズン1の2話目から見たらっておすすめするようにしてます。そうなんです。本当におすすめしてないもん。だから、これがイギリスの、なんていうか、皮肉だ、イロニーなのかというのは、本当よく。すごく感じましたけれども、はい、まあ間違いなくはい、シーズン1エピソード1かなりインパクトのあるストーリーですよね。はい、それは、はい、もうそれ以上は言わないけど、はい、だけどまあブラックミラーのね魅力の一つは順番なんでもいいから繋がってないから、はい、基本的に、はい、最終的にはNetflixにかなりマッチしたコンテンツとして選択肢があるドラマになったりとかして、不思議な発展の仕方もしましたもんね。バンダースナッチ。はい。はい。あれは面白いですね。はい。そういう意味では、紹介したコンテンツが、はい。でもそうか、ゲームライターっていう、ゲームに関するライターっていう意味では。はい。ゲームでだいぶ詳しいですよ。チャーリー・ブッカーは、イギリスの方でも、いろんなゲームについての、ドキュメンタリーシリーズとかをやったり、まあ、あとニュースですね。ニュース系にすごい詳しい人で、ニュースワイプというシリーズずっとやってたんで、なんかかなり、頭のいい実はすごい賢いんだけど、キャラクターとしてすごく硬いというか真面目なんですね。いや真面目じゃなくて結構ひどいキャラしてるんですよ。番組の終わるところ、皆さん視聴ありがとうございますじゃなくて Go away って言うんですよ。帰れっていう送り方なので、まあそれ頑固っていう感じですかね。そう。はい、なので、すごく本人のファンである私。はい。はい。もう意外と海外のクリエイターの情報ってダニエルさん経由で詳しく知ることが多かったりするので、銀幕を通じて、そういう意味でも、はい、非常に勉強になります。よかった。はい。はい。ということで、印象に残った出来事、そのくらいで次のトピックに移らせていただきたいと思います。次の話題は、200回の間で最もおすすめしたい作品ということで、はい、そうですね。こちら私から紹介させていただきますと、私はやっぱりボージャック・ホースマンをおすすめします。はい。これはですね、私IGN Japanの記事の方でも2個ほど書いていて、非常になんというか、Netflixのアニメ作品ではもうベストが多分今後も揺るがないだろうというくらいよくできたアニメで、シーズンが7くらいまであって結構長いんですけれども、銀幕、長い分、長いとネタバレ結構難しくないですか、皆さん。長い作品で。そうですね。シーズン1にも、はい、クライマックスあるし、シーズン2にもクライマックスあるしという感じで、意外とこの状況が変わっていくのが話しづらく、結構こう語りきれなかった部分もあるんですけれども、なのでもう語り直してもいいくらいに思っている作品ですね。ああ、今度はもうなんかネタバレ最初から解禁でみたいな。はい、もうダベダベとダベるという回もやってみたいなと思いますけれども、はい、ボジャック・ホースマン本当におすすめなので、千葉さんも激推しの IGN Japan 編集で、はい、なのでぜひぜひご覧になっていただきたいなと思います。ボジャック・ホースマンはもうすべてネットフリックスでしたっけ？載ってます。はい、全部ネットフリックスで、はい。全部出てますね。いつでも見れます。とってもシュールな番組ですよ。アニメーション番組なんですけど、ね、まあ、主人公が馬っていうこと時点でシュールなものであるんですけど、面白いですね。はい。そうなんですよ。山田さん、私も土方さんと一緒に楽しんでた思い出もあります。やっぱ面白いよねという感じで。うんうん、そうなんです。はい、山田さんの記事読んでかな、多分読んでから見始めたみたいな感じだと思うので、はい、そうこんなに山田さんが褒めるなら面白いに違いないみたいな感じで見なければみたいな感じで見てで、はい、もうハマっちゃいますよね、はい、一度見始めるとハマっちゃいます。本当にもうシーズン1から徐々にで銀幕で取り上げた時は多分全部終わった後に。はい、あなたが見るべき理由みたいな、結構なんか推しのなんかすごい結構見ましょう上げて、すごい日本の媒体で一番推してるぐらいの勢いで推してる感じなので、はい、ボージャック・ホースマン見てますか見てないんですか、はい、見ましょうみたいな感じのテンションでやったのがすごい楽しかった覚えが、はい、楽しかったです。はいどうでしょう、土方さん今まで紹介した中で180回紹介した中でこれ難しいですよね。はい。いやー、こういうなんか1番とか選ぶの苦手で、まあでもちょっと前の100回の時でも言ったかなと思うんですけど、私結構透明人間が結構やっぱり好きなんですよね。ホラーの、はい、そうまあヘレディタリーとかもすごい印象に残ってたりして好きだったりするんですけど、はい、透明人間はね、やっぱりまあ主人公はね、透明人間じゃなくて被害者の方で。で、被害者が、まあ、被害を訴えるんだけど、まあ、周りの人には透明人間だから見えないから信じてもらえないみたいな葛藤を描いているのが、なんか、ドメスティックバイオレンスとか受けてる人が、なんか助けを求めても信じてもらえないとか、なんかガスライティングされちゃうとか、自分が間違ってると思い込まされちゃうとか、そういうシチュエーションとかなりマッチしている部分とかがすごい綺麗にはまってるなって思ったのと、まあまあね、何回も言ってますけど、サプライズの部分とかね、エンタメとして見ててもとても面白かったっていうので、まあ地味だと思いますけど、地味めの作品かなとは思いますけど、好きでした。だいぶモダンな作品ですよね。はい、結構こう、ナウ的なお話を描かれてるような、いわゆる昔からあるストーリーじゃないですか、透明人間。もう100年以上前からの小説なんですけど。何ですか？すいません。まあ、昔からあるやつを現代風にリメイクして。そうですね。そう。それがすごくうまかったんですね。あと、まあ、ビジュアル表現とかも、あんまりこう、なんていうかな、SFX とかに、あんまりお金を入れなくても、誰もいないのにいるという感を結構画面に、なんていうかな。いないものを映るというのはすごくトリッキーな撮り方で撮ってる気がして、すごく、なんか、なんていうかな、低予算であんだけ印象になるような、映像美を出せるのはすごくなんか珍しいなと感じました。結構、ホラー演出の緩急も良くてですね、誰もいない台所で包丁がふわふわっと浮いてるだけでもすごい怖かったりするけれども、本当に怖い時は、わあ、本当に襲ってきた怖いみたいな感じで、その辺の緩急のつけ方も非常にうまかったですよね。はい、そうですね。カメラのフレーミングとかも、カメラのフレーミングもそうですよね。普段例えば、今、土方さんが映ってるカメラだったら、まあ、基本的にカメラは土方さん中心にカメラを、ね、向けるんじゃないですか。だけどそうじゃなくて、その主人公の、女の子が同じフレームにいるんだけど、誰にもいない部分の方にカメラが実はそっち中心に向かってるっていうのは、すごくなんかこう存在感を感じる感じですね。あ、いないのにいるっていうことですよね。はい。とてもうまかったですね。はい、あれがなんかヒットしたので、また同じ監督で今度は狼男を作るみたいな話がありましたよね。ライアン・ゴズリング主演でみたいな。ライアン・ゴズリング。そう、ちょっとそのニュース、その後どうなったかなって感じなんですけど、もしそのままね、作るんだったら、それも楽しみだなと思います。はい、あれですね、ダークユニバースが、はい。うん。ダークユニバースがちょっと、スタックしてしまっての、制作ということですよね。はい。まあでも、土方さんのおっしゃる通り、その透明人間の、最新の透明人間に関しては、やっぱり題材の使い方が、すごくなんというか、こう、女性に寄り添ってるというか、こういう扱い方で表現できるんだっていうのは一番勇気をもらえる作品ですよね。うん。なので割とこうそういう感じのこう女性が見てどう思うかみたいな意見は土方さんとよく気があったりなんかしてすごい嬉しかったんですけども、私は花束みたいな恋をしたの話の時も。ああ、そうですね。あれは楽しい映画ですね、語るのが。そうですよ。もうちょっともう別れようみたいな。別の彼氏を探そうみたいな感じで意気投合してしまう感じがあるので、ぜひぜひ。そんな感じで語る番組はなかなかないと思うので、ぜひそのあたりの回も見てほしいと思います。ダニエルさん、結構おすすめ映画いっぱいあると思うんですけれども。いや、迷うよ、それは。だって200回ぐらいのね、出演で、ね、まあ、我々の取り上げた作品だけで。はい私は200回出てるわけないけど、まあ、はい、いっぱいあるよな、いっぱい、なんていうの、まず分かりやすい作品ですね。例えば、まあ、エンドゲームとか、エンドゲームをね、見に行ったとき、ふわーってなる瞬間多いし、あ、エンドゲームもそうですし、インフィニティ・ウォーもそうだったな。インフィニティ・ウォーはエンディングすごいなんか、ここで終わるのみたいな感じ結構あるし、これで1年待たないといけないのっていうのはあって、その辺の作品はね、もう分かりやすくもちろんね、おすすめですね。スパイダーマンとか、我々、銀幕にポップコーンの多分1回目はスパイダーマン中心の話だったと思うんですけど、スパイダーマンの、まあ、リブートシリーズ 全体的にすごく好きで、ね、次もすごい楽しみにしてるんですけど、多分この4年ぐらい、一番印象になった映画、そしてこの番組で語るのは嬉しかった映画、そしてそこから何度も見直してる映画でいうと、やっぱり「ブレードランナー2049」ですね。私「ブレードランナー」って前作すごく好きだったんですよ。好きで。あったんですね。はい。だけど、まあ、なんていうかな、スター・ウォーズとかエイリアンとかターミネート、それほどのレベルまでではなく、ブレードランナー、初代のブレードランナー、結構、まあ、見た目とか雰囲気とか、世界観とか、あの辺ですね、すごいリドリー・スコット監督らしい映画となってまして、ストーリーはちょっといろいろ、面白いでありながら、それは見どころじゃないっていうのはあったんですけど、でもまあすごく好きで大切にしてる映画だったし、続編作るのかいってなっていらないでしょっていうのが、絶対にうまくこれはできないでしょっていう、不安の気持ち結構強くあったんですけど、試写会行って見に行ったら、終わってほしくない気持ちと、終わってすぐに私もう一回予約入れたんですよ。私試写会に2回行くのあんまり普段ないですけど、忙しいから。はい、こう週末入って早く週明けでもう一回見ないといけないみたいな気持ちになって、で私もまあ忙しいから同じ映画何度も繰り返して見るとあんまり普段ないんですけど、若い頃はよくあったのが今あまりないけど、ブレードランナーは何度も見てますし、あの映画ですね、映画じゃないんですからね。あの映画はもう夢の中にいるような、こう、あの映画はこう世界、実際に存在する世界なんですね、私の中では。あ、それを我々は垣間見てたんですね、じゃあ、上映時間中。そうなんですよ。超不思議な映画なんですよ。いや前作とともに、そのストーリーはちょっとだけこう緩いところあるし、うまくつながってなくないっていうところは もちろんあると思う。問題、ストーリー上の問題いくつかあると思うんですけど、それよりは、世界観とのワールドビルディングとか、独特な雰囲気とか、あんまり映画で見たことないような世界ですね。むしろゲームの方にまだ近いし、実際にこう、なんか、止めてフレームの中に入りたいっていう場所、結構いくつかあるし、その色の使い方、照明の使い方とか、すごくなんかこう、自分がこう映画今見てるというよりは夢を見てるような感じが結構強くありまして、一シーンは例えば、主人公となる K、ライアン・ゴスリングですね。デカードを探しに行くんです。前作の主人公だった、ハリソン・フォードのキャラクター。会いに行くシーンがあるんですけど、で、まず、あそこが、ラスベガスっていう設定で、ラスベガスがもう本当にこう、オレンジ色の霧にずっとなってまして、こうすごい汚い空気になってまして、これ遠未来の話で、空気がそもそもすごい汚くなってるんですけど、ビジュアルで言うと、周りほとんど見れなくて、画面がほとんどオレンジ色で、ピンポイントだけ、その必要なところだけ見せてくれるような感じですごく不思議なエフェクトなんですけど、しかもその元の小説、フィリップ・K・ディックの、Do Androids Dream of Electric Sheep っていう小説があって、それ元にブレードランナーができてるんですけど、その小説の中でもそのような説明あったんですよ。こう、すごいこう霧の多いダスティな空気が多いという話もあったし、人間があんまり行って長く行けない場所が結構ありまして、こう、フォビドンゾーンみたいなところがあって、まさにそういったところで、デカードが隠れてるんですけど、とにかくその、K がそういうところ行って、デカードのその泊まってるホテルに住んでるんですね。その中に入る前に、外に、あれ、なんていう、ビーハイブ、なんていうかな。蜂のネスト。はい。蜂の巣はい。蜂の巣が外に置いてあって。で、K が何の意味もなく手をその中に入れちゃうわけ。で、手を出したら蜂だらけとなっている。で、それは初代ブレードランナーで似てるようなシーンで言うと、沸かしてるじゃない、目の、すごい冷たい、水の中に、こう、アイボールが入ってるやつ、目玉が入ってるやつ、レプリカントのキャラクター、手を入れるっていう、ちょっと似てるような様子で、レフェランスかもしれないし、でも完全に違うし、しかも、ストーリーの大きな役に立てないけど、少なくてもデカードがじゃあどういう生活してるのか、自分でじゃあ蜂蜜作ってるよねとか、地球はどうなってるか、蜂はまだこう大切にされてるとか、ちょっといろんなヒントが詰まってるし、あと、監督の話で言うと、とにかく、レプリカントのキャラクターが、蜂の巣の中に手を入れるシーンがあれば、見た目いいよねと思って、撮りましたっていう話を聞いたんで、やっぱ本当になんかアーティスティックな作品ですね。はい。とにかくすみません、話長くなったんですけど、ビルヌーブ監督の映画はどれも絵が全部もう一枚の絵画じゃないですけど、決まっているというのが、私はそのブレードランナーの話のこう本当みたいな感じのところが気になってしまって、ダニエルさんのそういう話はちょっと意外でした。はい。なるほど。はい。なんかやっぱ没入してなかった。はい。ですよね。ドラマチックであるのは分かる。はい。はい。こういう展開なんですかみたいな感じのところがちょいちょいあって。ちょいちょいありますね。なるほど。そっちの方が気になっちゃって。じゃあ今井さんと同じ。方の意見かもしれないですね。そうか。でもね、その辺は認めるけど、すごくあまりにも美しすぎる映画なんですよね。そのレプリカントとホログラムの関係とかも含めて、その差別のあるし、前の映画だったら人間とレプリカントがいて、今回さらにホログラムみたいなキャラクターもいるんですけど、ホログラムは本当にその一番下の立場ということでいつもバカにされちゃうとか、でもレプリカントである主人公のケインもバカにされるし、その辺のその、まあ、上下の、関係とか面白いし、レプリカント同士、そしてホログラムの入ったそのセックスシーンあるんじゃないですか。あれもすっごく綺麗に撮ってるし、美しくて。はい。うん。それ面白かったですね、見た目。はい。はいはい。なので、まあ、いろんな問題があるのを認めるけど、それでも多分この数年に一番好きだった映画かもしれない。何度も見てますので、はい、おすすめします。まあ結構私が好きな。はい。はいあ、すいません。なんかね、はい、あれですね。ラグがあってすいません。はい。いや、なんか好きなシーンがあって、なんかオープニングでバティスタが出てくるじゃないですか。バティスタが、はい、デブ・バティスタが出てくるシーン。はい、ここでグツグツ煮込んでるところ。ああ。シチューみたいなの、グツグツ煮込んで、音がすごい好きなんです。ちょっと ASMR 的な要素ありますね。共感してくれる人いるかなと思ってちょっと。いや、同じ。それも多分前作へのレフレンスかなと私も感じたんですね。まさにそのさっき言ってた目玉のシーン、はい、同じような音はしてるし。うん、じゃあ意外とその目玉のシーンがこう繰り返しこうリフレインしていく感じの。作りになってるんじゃないかなっていうのがダニエルさん的には。ブレードランナーの世界の中で目玉がすごく、まあ、大切な要素でありますね。ちょこちょこ出てくるから、いろんな意味で。はい。はい。まあ、繰り返し見る作品の話になりましたけれども、まあ、ダニエルさんの場合は、ブレードランナー2049、2049かなっていう気はするんですけれども、まあ、どうでしょう、土方さんとか、繰り返し見る作品とかありますか？私は意外ともう年を取るにつれてどんどん新しい作品を見るのにちょっとこう手が遠くなっているというか、今映画館行くよりも配信で見る方が多いと思うんですけども、これ配信に来てると思ってもなんか一回見た映画を見ちゃうみたいな現象がありまして、これは老化かなみたいな。いやいやいや。山田さんはじゃあ、何回も見る映画がいくつかあるっていう感じなんですね。そうですね。逆襲のシャアは、とりあえず繰り返し見る映画。やっぱりガンダムなんですね。はい。ちょっとなんだろうな。なんでか。やっぱりこう、多感な頃に見た映画で、例えばイーサン・ホークのガタカとか。なるほどな。あれはもう一回見たいなっていう気持ち、この数年もあってずっと見てないけど。私も結構見直したいなっていうリストにが結構上の方にあります。結構なんか印象に残る映画ですよね。はい。ガタカは本当になんていうか、もうあの頃のイーサン・ホークもなんかこう、グッときますし、割と何回も見たい、イーサン・ホークの映画何回も見たいリストに割と入りがちでおなじみなんですけれど、私の中で。なるほど。はい、プリディステーションとか。何回見てもいいぜ、みたいな。はい。銀幕で扱ってないんですけれども。いや、イーサン・ホーク会。ホーク会やりたい。いいね。いいですね。俳優フォーカスなの。なるほど。そうなんですよ。私は、意外と、結構、あんまり同じ映画を見直すってことはあんまりしなくて、それよりは、なんか、同じの見返すぐらいだったら新しいの見たいなって思っちゃうので、なのでまあそんなに見直してる映画ってないんですけど、でもやっぱり見直すのは地域に見た映画とかになりますね。なんかロード・オブ・ザ・リングとかハリー・ポッターとか見返すにはこの片方は長いです。片方はシリーズがいっぱいありますので、ちょっと重いような気がします。でもね、別に1個見たからって続きも見よう見ようとはならないんですよ。ここだけちょっと見て満足しておしまいみたいな。確かになんか疲れてる時とかってあんまり、まあ、新しいの見ると疲れちゃうみたいな時もあるので、そういう時は、まあ、何回も見たものとかファンタジーとかもそうだし、あとこの前なんだっけ、100回の時かなんかに何回も見直すんですって言われて、すごい意外って言われたんですけど、プラダを着た悪魔。私見直すんです。はい、なんか意外とガーリーな日々してるんですねみたいな風に言われて、それはどうしても好きなんですよ。気をつけないでください、土方さんを。いや、ジャン・ハサウェイ大好きだし、あと「プラダを着た悪魔」ってなんかコメディとしてすごい面白いと思ってるんですよ。ああ、そうですね、ちょっとそれこそちょっと皮肉の効いた。まあ、いや、演技もすごくいいですもんね、どの女優さんも。そうですね。はい。プラダを着た悪魔、じゃあ皆さん、土方さんとちょっとお近づきになりたいなと思ったら、プラダを着た悪魔をリピートプレイで。こういうの見る人ですみたいな感じです。あ、でも新しいのを見るっていうのはすごい、私も基本的にはそうでありたいと思うんですけれども、頑張ります。まあ別に無理しなくてもいいけど、まあ私もまあ年を取るほどなんていうか忙しくなってるのはずっと忙しいんですよ、仕事で。はい、だからそうです。はい。映画もう一回見たいなと思う瞬間多い中で、でも実際に2時間をかけて見るっていうことは現実的にはできないっていうのは結構あったりするんですけど、でもどうしても1年おき2年おきまた見ないと気が済まないっていうものももちろんありますね。まあ、スター・ウォーズのいろんな作品とか、ゴーストバスターズとか、エイリアンとか。それ系の作品はあるし、あとさっき土方さんも言ってたけど、子供の頃好きだった映画、まあ、ゴーストバスターズはそれに当たるけど、子供の頃で好きだったけどそれ以来見てなく、もう一回見て確認したいっていうものはあるんじゃないですか。この間ディズニープラスでウィドウが来たので、ウィドウはジョージ・ルーカスが監督したプロデュースしたはい。作品で、まあ、ルーカスフィルムの昔の作品で、今一本で終わっちゃったものなんですけど、今後、続編シリーズがディズニープラスに発表されてまして、それと同時に映画は、昔の映画はディズニープラスに来たんだけど、あれね、見て、いろいろ記憶になった、いろいろ記憶なかったっていうのもあるし、子供の頃から見てないし、いや、今出たらすごく苦しい大変な映画作りがやっぱりちょっと独特なんですけど、ちょっとファンタジー的な作品であって、子供向けのゲームオブスローンズみたいなお話なんですけど、結構でもまあ面白いです。なのでたまにそういったこうね、何の仕事のつながりもなく、とにかく見たいから見るっていうのはまあやらないといけないですね。必要だな。まあ、配信が最近多いので、子供の頃の思い出の作品を見直すっていうのはかなり手軽になりましたよね。はい。意外と楽しそう、そういう話、みんなが、はい、持ち寄って、こんな映画が子供の頃の定番だったっていう。私はドラえもんのび太の日本誕生の VHS をずっと見てました。本当ですか？私もドラえもんの映画がもう大の大の大好きで、あ、本当ですか？日本誕生も見ましたし、てかもう全部見てると思います。すごい意外な。声優が変わる前までの。いや、そうなんです。なかなかドラえもんの映画について語ってくれる人いないので、多分ダニエルさんとか。と銀幕で、いや、この展開ってドラえもんの映画のこれに似てるんですみたいなことをよく言ってたんだけど、ダニエルさん、あ、そうなんだ、ふうドラえもんのあれだけ、スタンドバイミーでしたっけ、CD のやつ。ああ、はい。数年ぐらい前だった。あれは見たんだけど、結構感動した。ああ、そう、すごい。ここで、またちょっとあれですね。バチッときそうな気もしますが、いいですね、ドラえもんの話ですはい、おすすめのドラえもんを持ち寄って戦いましょう。はい、今日のドラえもんを決めましょう。はい、語りたいです。はい。はい、やったー。じゃあ次は、次、土方さんがいらっしゃるときは、ドラえもん会です。ドラえもん会いいんじゃないですか。究極のドラえもん映画を決めよう。ドラえ会。はい。はい。まあ、最近、藤川さんお忙しいということで、あまり見ている映画とかドラマないということですが、まあ、あえて最近の藤川さんとお会いしてない間に、藤川さんはどんな映画を見ておすすめしたよって思ってくれてるのかなっていうのを聞きたいなと思うんですけれども。ああ、そうですね。最近見たので言うと、SF 映画で、Netflix なんですけど、密航者という作品を見ました。うん、はい、こちらの、作品結構役者さん豪華で、アナ・ケンドリックと、あとヘレディタリーにも出てるトニ・コレットが出てて、ああ、はい、おやっぱ、話とはしい。ては、そうですね、ピッチカーはフい。パーフェクトのアナ・ケンドリックとトニ・コレットっていう血の二人、好きな女優二人が出てるってはいうい。ので、それで気になって見たんですけど、まあ、お話としては、舞台はですね、火星に行く宇宙船に3人の宇宙飛行士が乗ってますと。で、まあ、めちゃくちゃ簡単に言うと、3人しか乗れない船に、離陸してから4人目が乗ってたことに気がつくんですね。お、で、11人いるみまあ、たいそな。れが、そうですね。4人目の、まあ、密航者っていうタイトルになっているんですけど、まあ、密航者っていうとなんかわざと乗り込んだかのような感じに聞こえるんですけど、実際は事故で、整備士の宇宙船の整備をする人が、整備あ中の事故で気うを失ん。ってしまって、誰も気づかない、彼が乗ってることに気がつかないまま離陸してしまった。で、はい。3人しか乗れない船なので、食料とか、燃料とかも、まあ、3人分しかない。で、その状態で、まあ、引き返すこともできないんですね。引き返すこともできないので、まあ、誰か一人が犠牲にならないといけないっていうシチュエーションになってしまって、で、誰が死にますかみたいな感じのシチュエーションですね。おー。はい。はい。ってこいれうが結と、なん構か、私も気になりました。あ、どううぞ。ん、なんかシノプシスでね、結構なんかちょっと面白い設定かなって思うと思うんですけど、まあ、設定聞いてると結構なんかドロドロしそうな話ではあるんですけれども、結構ですね、乗ってる、元から乗るはずだった3人、まあ、科学者の2人と1人は宇宙飛行士かな、まあ、かなりね、理知的なんですね、みんな、振る舞いが。とても、ああ。なんかこのまずい状況の中で最善の方法を探そうみたいなことを結構話し合いとかで解決しようとしたりするので、なんか意外にもそんななんか結構ピリピリしそうな展開なんですけど、いわゆるドロドロみたいな展開ではなくて、結構粛々と進んでいくっていうお話になってまして、で、ちょっと面白いのが、この映画本当にね、4人の役者しか出てこないんですよ。あ、で、うん。地球と、そう、地球とコミュニケーション取ったりするんですけど、その地球の人の声とかはね、一切、出てこないのうんで、そう、聞こえないんですよ。地球側の声は。なので、本当にその宇宙船の小さい宇宙船の中にこの4人しかいないんだっていうシチュエーションがすごく、そのことによって強調されていて、なんかすごく閉塞感があるというか、まだなんかクラスタラフォービックな感じ、なんか平常教育みたいな感じで、この限られた空間の中でどうすればいいんだ、みたいな葛藤みたいなのがね、とても私的に、なんか舞台見てるような感じもしましたね。ちょっと役者が少ないっていうのも、限られたスペースっていうところもあって。で、その辺が面白かったのと、あと、まあ、やっぱり宇宙ものなので、ちょっと重力を使った面白いシーンとかも途う中でん。あったりしました。まあ、これも結構、まあ、ちょっと地味めな 作品かなとは思いますけど、ちょっとね、パッとつけて見るにはとても、良かったです。なるほかなど。りあれで、一人余分な人をどう対処するかみたいなのって SF の定番だと思うんですけど、それに対する答えの出し方もすごいロジカルな感じで、かなり SF に強そうだなと思うので、楽しそうですね。私も見てみたいです。あ、ぜひぜひ。はい。私もすでに私の Netflix のマイリストに入れているんですけど、見る時間がなくて まだ見れてないけど、結構うまあ、ん、なんかこう、ちょっとこう、サスペンスっていうか、あるような、ホラーじゃないけど、ある意味怖いみたいな設定なので、結構シ気にチュなエーりシまョンす。が怖いみたいな感じですようね。ん。そうですね。なんか未知のものが未知の生物が忍び込んだとか、まあ、そういう系でははなくて、まあ、シチュエーションが怖い。まあ、ただ、多分、エンディングはちょっと、あれかなとは思うので、えー。お二人はどういう評価かなっていう気はしますが、はい。まあ、でも見る価値は私あると思います。その面白いシーンとかあったり、う人ん。間ドラマの、キャメ深さとかあったりしたので、おすすめではあります。はい。あ、映画あったんじゃないですか。クリス・プラットの出るやつ。タイトル忘れたな。パッセンジャーかな。パッセンジャー。パッセンジャー。じゃあ、ジェニファー・ドーレンスと、そう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 。あれもちょっとこう、はい、シチュエーションは違うけど似てるというか、カセイかどっかにこう、行くはずの船でもう何十年もかかるからみんなが、冷凍されるんですね。だけど途中で彼の冷凍ブースが壊れちゃって起きちゃうの。起きちゃうけど、まだ到着まであと何十年もかかるから一人でどうしようみたいな感じで、ずっと毎日はつまらないから、とある日もう一人起こすというお話ですね。ですごくなんかセルフィッシュな話で、まあもう一人を起こしたっていうのは、まあ向こうの人生もね無駄になっちゃうっていう話もあるんで、はい。まああの映画も、うん、ちょっとエンディングはちょっとあれなんだったんですけど、途中まですごく面白かったです。はい。まあ、割と宇宙船のデザインが、はい、宇宙船のデザインがすごい好きだった。あ、そうです。ビジュアル綺麗。はい。ビジュアルがとても良くて。でもヘンテコ映画ですね。確かに。そっちも基本的にその2人しか出てこない。まあ、あと、バーテンダーのアンドロイドのキャラクターと、基本的にその3名ですね。はい。クリス・プラットは最近、トゥモローを、はい、アマゾンプライム独占配信の、はいはい、もう面白かったんですけど、ちょっとヘンテコなので、なんか割と、ヘンテコ映画にクリス・プラット。あれ結構私楽しかったけど。楽しかったですね。トゥモローは、はい、好きだった。なんか役者のその作品選びとかも面白いですよね。はい、なんかこの人はすごい選んでるなとか。はい、この人は結構いろいろ出たい人だなとか分かりますよね。人となりが分かるというか。うん、そうですね。なんか、パターンの役ばっかやってたから違うのやりたいと思ってるとか。そうですね。あ、すいません。いや、次のガーディアンズまでに少しね、時間が空いちゃったっていうのもあると思うしね。あれで。なんですけど、でもまあ、トゥモローの場合、彼はいわゆる主人公というか、ガーディアンズの場合は、こう、まあ、彼が主人公でありながら、他のキャラクターたち結構強く出てくるんですね。だけど、今回はそうじゃなくて、彼は基本的に、まあ、映画を背中に載せてるような感じなんで、結構、そういった意味では結構彼良かったし、ちょっとだけこう、なんていう、体を期待してるんですよね、映画では。ちょっとだけこう、違ったようなクリス・プラットに見えるけど、まあ、昔のコメディ番組、パークス&レクリエーションからコメディの、まあ、映画、ガーディアンズまで、ずっとこう、コメディ系の、コメディプラスアクションみたいな、映画とか作品に出てた人だったのが、トゥモローはあんまりコメディ要素はないですね。どっちかというと、ドストレートな、真面目な、SF アクション映画っていうのかな。なので、ちょっと、まあ、これまでのテイストと違うんですよね。クリス・プラットの場合は。でも良かったんじゃない？はい。コメディ感は本当、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーとか、と比べると本当にあってなきがごとしのような感じではありますけれども、はい。でも面白いというか、まあ、不思議な作りではありますけれども、アクション映画として、なかなか面白い形になっていると思うので、Amazon プライムで加入している方、ぜひ見てみるといいと思います。はい。エイリアンっていうシリーズで、エイリアンがあって、エイリアン2があって、その後、まあ、エイリアン3になる前にいろんな、なんかこう、シチュエーションが提案されたんですね。いろんなシナリオが。はい、で、結局、エイリアン3の、その話になったんですけど、その一つは、エイリアンのクリーチャーが地球に来て、まあ、その地球がどうなるのか、はい、マリーンたちはこう、守れるのかというか、そういった話なんですね。で、この映画結構それに似てるなとちょっと感じました。未来の部分は、まあ、エイリアンみたいな、あんまりにも強すぎるクリーチャーたちが地球に来たら、うん、まあ負けるよねっていうことなので、結構そういった意味では、ちょっと、まあ、ああいった、なんていう、実際作られなかった約束のあったエイリアン作品に、ちょっと、まあ、寄ったっていうか、ちょっと似てたっていう気持ちもあった、ね。エイリアンファンなら好きなところあるかもしれない。おエイリアンファンにおすすめ。はい。はい。まあでも最新作品いろいろ見てきた中で、まあ、土方さんは特にマーベル映画すごくいっぱい見てたと思うんですけれども、まあ、そのロキとか、もうフェーズ4が終わりまして、ウェーブ、新しいウェーブに来て、ロキとかブラックウィドウとかがどんどん公開されたり配信されたりしている中で、土方さんと語りたかったなという気持ちもありつつなんですけれども、どうですか、最近のマーベル作品ご覧になっておりますか？ですね、ブラックウィドウは見たんですけれども、いかがだったでしょうか？ブラックウィドウはとても良かったですよ。まあ、楽しみにはしてたんですけど、予告編を見た感じでは結構普通に見えてたんですね。予告編からはなんかそんなにまあまあな映画に見えてたんですけど、まあまあな映画に見えてたんですけど、予想より全然面白くて、いい意味で驚かされました。フローレンス・ピューとても良かったですし、いいですよね。はい。いいですね。彼女ブラックウィドウ妹役ということで、まあ、かなりいいキャラ出していたので、まあ、今後活躍するんでしょうという感じでしたが。お姉ちゃんヒーローいじりが。そう、ポーズのくだりとかね。あれ何あれって髪パサってるやつ。すごいなんか女姉妹にいかにもありそうなやりとりとかの、話がね、結構なんか微笑ましかったですね。あんまりその女のブラックウィドウって女性キャラクターとなんか一緒にやるっていう姿あんまりまあ見なかったっていうのもありますし、で、まあブラックウィドウのね、その過去が分かってて、ああ、こういう人だったのねって分かったところで、でも続きはないっていう切なさみたいなのはだが終わりだね。そう、だが終わりだみたいな切なさはあるけど、でもまあ映画としてアクションシーンとかもすごく面白かったですし、とても楽しく見れました、ブラックウィドウ。土方さんとね、語りたかった、ブラックウィドウ。あんだけってさ、もう何でも延期されて、また延期かよみたいな感じだったのが、本来ね、予定通りで出た場合は、多分、土方さんまだ銀幕にいたんですよね、多分。なので一緒に語れたのが、実際に映画が出たらもういないってなって、だからそれでもまあでも、ずっと2人で楽しみにしてたんだから一緒に語りたかったなってなったんですけど、ブラックウィドウじゃあ、あんまりネタバレね、皆さんまだ見てない可能性あるんで、ちょっとだけ気をつけるんですけど、悪役の絡みとかどう感じた？悪役ですか？悪役、そっか、そうですね。悪役の部分は、どの悪役かなっていう話はありますけれども、その設定の部分とかに関しては、まあ、ちょっとバカっぽいところがちょこちょこあったかな。まあ、よくある設定と、本当？みたいな、みたいな、展開最後の方にね、これが弱点みたいなところとかが、マジか、と思う部分も、ツッコミどころは結構ありましたかね。悪役っていうことに関して言うと。なるほど。あと、まあ、家族間ですね。まあ、家族じゃないけどね。でも、まあ、パパ、ママ、娘たちの関係、特に再会する時のシーンがあるんじゃないですか。みんながこう、食事一緒にやってるシーンとか、あれ辺ものすごく好きだったんですけど、どうですか？4人の相性はすごくいいですよね。デコボコファミリーで。デビッド・ハーバー、私予告編で見たときは、正直そんなに、結構なんか、笑いどころみたいな感じでトレーラーでも出てきてたと思うんですけど、デビッド・ハーバーのキャラクターは。その時はなんか、そんな面白いのかなと思って見てたけど、実際に出てきて、シチュエーションだとはなかなか、微笑ましかったですし、まあ、かわいい感じはしましたかね。かなり魅力的なキャラクターですね。デビッド・ハーバーの。役者さんがすごい、4人が演技してるところのすごいケミストリーが良かったですよね。いや、本当にそうですね。みんなさんすごい相性がバッチリじゃないですか。そうですね。でも、はい、でもみたいな、続かないみたいな。まあ、続かないけど、でもじゃあ一番ない。他の作品とかあれなくもないんじゃないですか。ああ、まあそうですね。お父さんのスピンオフとか全然ありそうですよね。ああ、そうですね。はい。アレクシーとして。それは、アレクシー、そうですね。アレクシーだけだったら見たいかなと今ちょっと思ってしまいましたが、そうですかね。どうですか。まあでも、最後ね、あ、それもネタバレなのか、言わない。まあとにかく彼だけじゃないからね。まだ、はい。なので一番のお気に入りポイントは何なんですか、土方さんのそのブラックウィドウに関して。ユーモアの部分が結構、その家族のデコボコのところとかで、ポージングのからかっていうところとか、あとは、ユーモアとあとアクションがとても面白かったかなと、最後の予告編にもあれ出てましたね、落ちながらのアクションのところとか、あ、これ面白いなと思って。まあ割とその MCU っぽくないアクションが多かったですよね。その最後のスケールが大きいところもともかくとして、割と肉弾性も多いですし。確かに車使ったアクションとかもそんなに多くないかもしれないですね、MCU。そうなんですよ。ミッションインポッシブルなら確かにあるけど。そう、ミッションインポッシブルっぽかったですよね、あそこね。はい、映画っぽい感じが。ちょっとボンド的なテイストもありますよね。007。ああ、確かに。とはいえ、ロキはどうなんですか？あ、ロキですか。ロキの方は、まだね、1話目しか見れてないですよ。そうなんです。何を待てるんですかね。自分でも信じられないんですけれども。楽しみにしていたという。そうなんですよ。1話目はね、でもすごい爆笑して楽しみました。なるほど。どういうところで爆笑したいや、ロキ、やっぱトム・ヒドルストンうまいですね。ああいう、なんかちょっと、まあ、すごく傲慢なんだけど、ちょっと抜けているみたいな、ちょっと、ヘタレみたいな感じの役をするのがとてもうまくて、しかも、ね、中では結構、何ですか、ちょっと可愛らしいところとかが結構見えてて、なんかずっと、傲慢な感じっていうよりは、なんかまあ、結構素直に、向こうとの相手との力の差をすぐに意識して、なんかすぐ、あ、すいません、従います、みたいな感じのところとかもちょっと新鮮だったりして、面白かったですね、そこの部分。あとその、設定の部分。まだ1話目しか見てないので、全然分かってない状態で、あれですけど、あ、こんなものを、こういう方向に行くんだと、なんかちょっと、ロキのドラマで想像してたものと結構違う方向性だったので、私もそう思います。そう。てっきりね、いろんなタイムラインに一人で行って、なんかいろんないたずらして遊んで回るみたいな、そんな話なのかなと思ってたら、あ、こうなるんだ、へえ、という、なんか、驚きと、面白さありましたね。全部見たら、銀幕のネタバレを見ようかなと思って。ぜひ。たどり着いてもらってないか。そうなんです。なので。はい。まあ、その辺、すべて、逆に土方さんすべて見た上での感想は楽しみ。あ、楽しみですね。じゃあ、本当にまとまって話ができる機会があれば、また。そうですね。そうなんですよね。皆さんの感想もそう、ロキに関しては見れてないので、ダニエルさんと山田さんは今、なんかそうだよね、面白いよねっていうテンションで聞いてるのか、いや、なんか、いや、つまんなくなるんだよって話で言ってるのか、どっちなんだろうって、そう、なんか、探り探りで今聞いてました。じゃあ、エンディングを今教えようか。ああ、そうですね。だからネタバレ会を見れば。やめて。手っ取り早いけど。まあそうなんですよ。でもMC もどんどん続いて、本当にこの映画館が、ちょっと、なかなか見に行けないながら、中でもすごいかなりのペースで進んでいってるんですけれども、今後、もうシャンチーの公開も迫ってきてる中で、土方さん、今後楽しみな作品とかありますか？ああ、そうですね。シャンチーももちろん楽しみですし、はい。エターナルズ。あはー。うん。まあ、そうですケよね。モンスーンズのね、キャストも出エてターまナルすズもし。すっごく楽しみにしてる。うん。とか、あと、マーベル系じゃなかったら、ハウス・オブ・グッチがなんか私、地味に楽しみにしてうるんですけん。れども、リドリー・スコットが、監督務めてて、アダム・ドライバーとレディー・ガガが出ます。お アダム・ドライバー。土方さんといえばアそうダム・なドんライでバーす。です。山田さんも好きですよね。はい、好きアでダム・す。ドライバー。もうみんな好きだと はい。み思んうんなです大好けき、アダム・ドど。ライバー。スター・ウォーズではもアい。ダム・ドライバーしか覚えとらんみたいなことになりがちはな。い。でこのハウス・オブ・グッチは、まあ、その名の通り、グッチ一族の話なんですけれども、アダム・ドライバーが3代目のグッチ当主を演じてるのかな。で、この人はですね、暗殺されてしまうんですが、その犯人がね、奥さん、暗殺を、したのが、その時は元奥さんに暗殺されたってことなんですけど、アダム・ドライバーがその暗殺される役、暗殺するを頼んだのがレディー・ガガ、みたいな感じで、うん。役どころですね。うんうってん。いうお話で、予告編がこの前出まして、なかなか面白そおうーな感じでですね、うん。結構楽しみにしてます。とても、イタリアンの、なんか、一族みたいな感じの、なんかゴージャスさと、なんか、なんかこれが、なんかファミリードラマとかもあるのかなと思おいお、ながら、ちょっと楽し確みかに。にしてるどこ、ところです。うん。サスペンス的うなん。感じがしますけれども、どの辺のドラマに厚みが持たされるのか、ちょっと期待したいですね。そうですね。11月24日にアメリカで公開ということで、今年そう中でに見すれるね。かな、はい、という感じですね。日本ではいつ見れるかなっていう感じですけれども。うはん。い。はい。はい。私はですね、今後期待している映画って、まあ、銀幕では紹介しないと思うということで、ここで言いたいのは、科捜研の女劇場が 気になっておりましうて。ん。知ってますか、科捜研のおー、女。見たことないです。見たことないですか？まあ、は CSI い。のこう日本版みたいな感じなんですけども、CSI はシリーズ終わってしまったんですけど、本国では。科捜研の女はずっと続いていて、沢口靖子と共に歩んでいるんうですけれどーも、ん。結構このシリーズが好きで、平日の夕方にずっと再放送してるんですよ。で、なるほど。テレビ朝日でいろんなミステリードラマをやってるんですけど、なんとなく科捜研の女がやってる日は当たりみたいな感じで仕事がはかどるみたいな感じがして、そうめっなんです。ちゃ、満を持し日て々のの劇癒場し。版、はい、ということで、ちょっと期あ待しております。あ。魅力としては、ミステリーが本格ミステリーみたいな、そういう感じですか？ミスって、なんか、たまに悪ふざけみたいなのがあって、それが、中山きんに君が、うん。が出てくる回で、ダンベルで、ダイエットをサボっていた人が殺されるみたいな、うん。こう、真顔なのかそうじゃないのかわからんというか、微妙なラインがすごい好きなんですよ。なるほど。じゃあ、そんはない。に、ドシリアスっていうよりは、でもみシんリアなス真もあ面り目つに、つ、なんかはでい、す。そうなんです。たまになんかちょっとこう、なんか、これはちょっとこう、ふざけてきてるなみたいな回が挟まれるのが良くてですね。はい、えー、お楽すしすいめでです。すね。はい。まあ、でも劇な場るほ版など。ので、ちょっと真面目に行くのかもしれませんけれども。うーん。はい。劇場版だけ見てみるっていうのもありです全よ然ね。ちょっとありだと思います。はい。なるほ長ど。いとシいうリーか、ズ本当の。にう10年ん。以上やってるものなので、なので、再放送をなんとなく見るのがおすすめです。科な捜る研ほの。ど。はい。ロングランのなもるのをね、たまに見るっていうのも楽しいですよね。そうなんですよ。どどここかからら入入るるののがか難わからしいっなていういのものあるので。うん。でも、それもあるよね。一回、銀幕のどっかの番組で、エヴァンゲリオンをなんかああ、取り上げる回があったんですよね。ありました。私はエヴァンゲリオンずっと、ちょっと興味ある見たいなと思いながら見たことなかったので、それを機会に私も、ね、シリーズを、1話から、見たんですけど、その番組の収録までに最後まで行けなかったんで、で、実はそのまままだ止まっちゃったんですよ。だけど、ものすごく面白く感じた。すごく好きだったんで、最後まで見て映画見たいなっていう気持ちがあるけど、だからこの間その映画出た時に、去年、今年ですね。数ヶ月前に、出た時に、すごい話題になってて、見たいんだけど、まだその前の作品見なきゃっていうなって。逆にテレビ版が足かせになっていくパターン。そう。ちゃんと一から見たい。でもちゃんと順番で見たいなっていうのはあるので、飛ばして映画見るっていうあんまり、特にああいうシリーズだったらちょっと良くないですね。仕方なくゼロからコミットしないといけない場合もあるよね。じゃあ、テレビ版を見終わったら、劇場版4部作の3部作まで見て、最後の新エヴァンゲリオンをみんなで同時視聴会しましょう。いいね。いつになるんだ。早く見てください。はい、頑張ります。いっぱいあるよ。ハードですね。はい、ダニエルさん何か期待作ありますか？結構MCU は当然としても。今年ね、結構 MCU はもうやっと来るっていう感じは結構ありまして、もう1年半分ぐらいの映画が一気に、いろいろ延期されたんで、一気にこの数ヶ月だけで出てしまうっていうのは、超嬉しい問題じゃないですか。大変だけど、嬉しいっていうのがあって。まずはシャインチーは近いうちに出て、もう見てます。シャインチーは。見てまして。感想は、来週のね、銀幕で語りたいと思ってんで、ここではあまり言わないけど、期待すべきかな。それだけ言います。はい。MCU の、アジア風、なんていう、カンフー映画としてあるんですけど、実はそういうふうには結構宣伝されるんですけど、アジアですみたいな強い、なんていう、しつこい、見せ方ではないんですよ、実は。クレイジーウィッチとか、ほどではないし、ブラックパンツァーのね、似てるような、推しはあったんですけど、それほどまではなく、自然に、アジアで行うストーリーだからアジア人だよね、みたいな結構、普通のやつなんですけど、かなりでも、期待すべきだと思います。細かくはね、今後。あとは、7月はもう先言ったけど、エターナルズは今年のそのフェーズ4のマーベル作品の中で一番楽しみにしてまして、カーストも豪華だけではなく、シナリオも、ちょっとやばいしね、何千年も、問わず、宇宙とか地球とかいろいろ関係するスケールのでかいマーベル作品として、それはちょっと結構楽しみ。あと、スパイダーマンもあるしね、ノーウェイホーム。この間、新しい予告編出たんですけど、今週。見ました。はい。あれはちょっとワクワクするんじゃない？ちょっとうわ、来ちゃうかみたいな感じの、いろいろ想像をかき立てる、こっちの持ってる知識で、ような、すごいドキドキしますね。はい。前作、皆さん見てると思うんですけど、言っていいよね。ピーター・パーカーのアイデンティティがバレちゃうっていう、エンディングなんですけど、でまさにその続きの話なんですけど、思ったと違うところに持っていくよねっていうのがあって、予告編見ると結構そのシナリオ結構きちんと、紹介されるんですけど、ドクター・ストレインジにお願いして、みんなが、忘れるようにしてくれっていう、相談持っていくのは、結構でも、面白いよね。ちょっとドクター・ストレンジ感が結構強く出てくるんですけど、予告編に。なので、このスパイダーマンのスピンオフっていうか、リブートシリーズ、ソニーピクチャーズとマーブルの共通、制作シリーズ。すごく、ずっと楽しんでるし、コメディの要素はすごくいいし、すごい魅力的なスパイダーマンになってるので、それはすんごく楽しみにしてますね。あと、まあ、あと MCU で言うと、テレビでもミズ・マーベルもあるぞ。今年。ああ、はい。今年ですか。うん、年内と言ってますので、はい。まあ、延期されなければ、はい。それも、ディズニープラスに来る、ドラマシリーズとして、まあ、ミズ・マーベルはすごい私にとって魅力的なキャラクターであって、イスラム系ヒーローというのもあるんですけど、でも普通の女の子だし、ニューヨークで育った、まあ、パキスタン系の女の子っていう話で、ちょっとこう、私のいろんなシリアにちょっと似てるようなキャラクターであるので、結構、まあ、私の中でリアルの存在感のあるキャラクターなんで、その辺すごく楽しみ。あとは、ゴーストバスターズ。ゴーストバスターズだよ。もうやばい今年の後半。ね、本当に。私の楽しむ作品ばっかりなんですけど、ゴーストバスターズアフターライフは、ゴーストバスターズのこの間のリブート作品を除いて、ゴーストバスターズ2の、続編ですね。はい、うん。ちゃんとしたスピリチュアルリブートみたいなものではなく、きちんとした続編であるし、同じね、監督、アイヴァン・ライトマンの息子が、監督してるし、まあ、キャスト基本的にみんな戻ってるし、新キャストもね、ストレンジャー・シングスで有名な、ウルフハートとか出てるし、結構いろんな意味ではこれは楽しみにしてます。これも延期、もう1年以上の延期されてるんで、コロナがいろいろ大変な中で一番私はコロナに対して怒ってるのはゴーストバスターズの延期ですので、ものすごく。あ、そうですか。早く見たい。とにかく早く見たい。はい。そうそうそう。フラストレーションを感じる。ゴーストバスターズが出るまでにね、死んだら大変だし、というのはその続きのお話、早く知りたいし、はい。なので、ゴーストバスターズの続編も今年の後半の私の楽しみです。いっぱいありすぎて困ってる。はい。すごい待望のゴーストバスターズがありつつも、他にも楽しみな作品がたくさんあるよということですね。はい。はい。そういうことです。はい。はい。かなり盛り上がって、すごい、100回記念と言いながら映画で自由に盛り上がる回みたいな感じになってしまいましたが。そうなんですよ。はい、そうなっちゃったんですね。はい。銀幕にポップコーンは、はい。とりあえずみんなで、もうとにかく映画について、まあ、いろんなね、知識とか我々もこう、まあ、調べたことを皆さんと共有する場ではあるわけですけど、何より映画について語るのは楽しいよねっていう番組で、うん、ありたいなという思いが常にありますので、こんな感じで、201回からも皆さんと銀幕にポップコーンにお付き合いいただければと思っております。はい。はい、ぜひ300回、第300回の時も土方さん、ぜひぜひまた出演してください。第300回かドラえもん特集です。ああ、そうですね。その間に、うん、そうそう。それ2年後なので、その間にそう、ドラえもんやりましょう。はい。第300回は、ずっとザック・スナイダーの300っていう映画を語るっていう感じなので。結構、絞りがすごいです。いつも通りの銀幕のような気がします。200系の映画ないよね。200聞いたことないです。今回語るべきだった映画。200はあまり思いつくものはないですね。そう。2001ならあれ。西川さん、いかがでしたか、久しぶりの銀幕は。とても久しぶりに映画の話が出て、とても楽しかったです。いや、本当にね、もうちょっとネタがあったらよかったんですけれども、でもお二人のお話を聞きできて、はい、私も久しぶりでとても楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあまた、すぐにお会いしたいと思います。皆さんも、銀幕にポップコーン、これからもよろしくお願いいたします。はい。それでは、本日はこの辺にて失礼させていただきます。銀幕にポップコーン、200回記念。スペシャルトークでした。皆さんも、動画のご感想、チャンネル登録、そしていいねボタン、ぜひぜひ押してくださいね。それでは、はい、そして、土方さんへのメッセージあれば、ぜひ。そうですよ、もう、ああいうのを伝えるチャンネルなので。もう二度と出てくんな。ああ、やめてください。それはないでしょ。お待ちしております。はい。それでは、ご視聴ありがとうございました。本日はここまで。ありがとうございました。お疲れ様です。